台風19号が県内に上陸してから今日で1ヶ月です。土砂崩れで断水した熱海市と函南町は給水活動にかかった費用を支援してほしいと県に要望しました。おはようございます。今日県を訪れたのは熱海市の斉藤栄市長と函南町の佐野昭夫副町長たちです。今回の水道によって、生じたいろいろな、市また町の負担や、また熱海市においては、市内経済の損失等がございまして、それに対する負担のご負担のちょっと要望ということで今日参りましたので、よろしくお願いします。台風19号による土砂崩れで県の水道管が破損し、8日間にわたり熱海市では7000世帯、函南町では1400世帯が断水しました。熱海市は市民に配るための給水パックや簡易トイレを購入するなど、およそ3100万円の費用がかかったと報告しました。函南町では給水活動などの費用がおよそ340万円かかったとして県に支援を求めました。静岡県庁全体としていろんな支援の枠組みというか、場合によっては補正予算ということもあるかと思いますので、そういったことも期待をさせていただきたいなと。県は今後補償の内容などを検討するとしています。